ケンケルは、ドイツのデュッセルドルフに本拠を置く、多国籍企業である。洗濯用合成洗剤や、食器用洗剤等の家庭用洗剤を製造する、ホームケア、シャンプー、歯磨き粉、洗髪剤等のビューティー、高校ケア用品を製造する、パーソナルケア、個人や工業向けの製品を製造するアドシブス、シーランツサーフェイストリートメントの3つの部門が存在する。 接着剤を製造を販売する会社としては世界最大の売り上げを得ている。5大陸の125カ国に展開するが、その多くはヨーロッパ及び北アメリカである。ペシルビスマールにある広告編ケルは、化学薬品のプラスチックパディング、洗濯用合成洗剤のペシルヤスプ、柔軟剤のバーネル、シーロン、食器洗剤のソマット、グリスト、液体洗剤のプリル、 ヘアケアのシュワルツコフ、シャンプーのショウマ、消臭剤のファ、スキンケアのダイアダーミン、ハンドソープのダイヤル、接着剤のロックタイトやユニボンド、スティック糊のリノプリット、コーキング剤のパリシムシール等のリーディングブランド製品を扱う。その中でもヘンケルの最も有名なブランドは、初めて市販された合成洗剤である、ペシルである。これ以前は、 粉状か固体状の石鹸を使うしかなかった。家庭部門でのヘンケルのライバルは、ユニリーバ、プロクターギャンブル、レキッド・ベン・キーザーである。美容部門でのライバルは、ユニリーバ、プロクターギャンブル、ロレアル。科学部門でのライバルは、ボスティックや、HB ・オフラー等である。ヘンケルは、1876年に、当時28歳の科学に、興味のある商人。 フリッツ・ヘンケルがアーヘンで二人の仲間と共にヘンケルシーとして創業した。彼らは最初の商品として計算紙を用いた汎用洗剤ウナバースセルワシュミトリを発売した。1878年、さらに輸出の機械と売り上げを得るためにヘンケルは本社をライン川沿いのデュッセルドルフに移した。デュッセルドルフはルール地方への窓口になっていて19世紀から ドイツ帝国で最も重要な工業地帯であった。またこの年、初めてのドイツ語のブランド名の洗剤であるヘンケル・エスブライクソーダが登場した。求めやすい価格で丈夫な紙袋に入れて売られているのが特徴であった。水ガラスと重曹から作られ、フリッツ・ヘンケル自身の研究によって作られたものだった。重曹はマタスウェーバー製のものが使われた。 1879年、フリッツはこの会社の登記場の単独オーナーとなった。ヘンケル・エス・ブライク・ソーダの売り上げは急激に上昇し、1年のうちに賃貸の工場では需要を満たせなくなった。フリッツは、線路沿いに自社工場を建設することを決意した。1883年、流動性を向上し営業部員の効率を上げるため、フリッツは、 洗剤以外の製品も発売することを決め、1884年から販売を始めた。新しい製品には洗濯用青み剤や洗濯糊、液体洗剤、ポマード、ビーフエキス等があった。ヘンケルはすぐに国際的な知名度を上げ、1886年にはオーストリアに初めて国外出展した。この前年にカールパテは代表としてウィーンに赴任した。 1893年にはイングランド及びイタリア向けの商売を始めた。ベルリンに描かれたヘンケルの壁画、1951年1903年、ハンス・シュワルツコフの創業したシュワルツコフが粉末シャンプーの販売を始めた。ペシルは1907年に初のセルフ用洗濯洗剤として市場に投入された。ヘンケルは創業から同族経営であった。 1893年にフリッツ・ヘンケル・ジュニアが見習いとして工場で働き始めた。経営を学んだ後、彼は父親の右腕となり、ヘンケルのブランドの基盤を作った。1904年7月25日に彼はヘンケルの共同経営者となった。1912年にはデュッセルドルフで生産される製品の量は49,890トンにもなった。 そのうち40%は発売5年目のペシルで19,750トンになった。従業員数は前年の89人から1,024人になり、そのうちの約半数は女性だった。工場には応急処置センターが設置され、常勤の看護師が置かれた。また前年には野球場が作られ、休み時間に運動することが奨励された。 女性従業員は昼休みに会社の家事学校に通うこともできた。1923年1月11日、フランスとベルギーの軍によりルール占領が行われた。この占領により、ペシルの包装に使う接着剤の購入が困難になり、自社工場で接着剤を賄うことになった。これがきっかけでヘンケルは接着剤の需要が高いことに気づき、 1923年6月22日に初めて工場から接着剤を出荷した。第二次世界大戦中は外国人や捕虜が働き、ヘンケルは多額の賠償を負担することになった。スコッツデールにあるヘンケルの米国本部1945年4月16日、アメリカ合衆国軍がヘンケルのデュッセルドルフ工場を占領した。6月5日、イギリス軍が アメリカ軍から引き継いだ。7月20日からは、イギリス政府は徐々に接着剤、P3、水ガラス、石鹸、洗剤等の製造許可を出していった。1945年9月20日には、ヘンケル家の5人と経営委員会の他の7人が、抑留された。1949年に、シュワルツコフがショウマというブランドのシャンプーを発売し、ドイツで最も人気のあるシャンプーとなった。 1954年、偏見の子会社ドライリングが、新しいタイプのトイレ用石鹸ファを発売した。1970年からはそのシリーズとして、ファブランドの洗剤、シャワージェル、入浴剤等も発売され、ファは洗面用品の最も有名なブランドの一つとなった。1969年には、世界最初のスティックのリプリットが発売された。その後数年でこのブランドの下に、 いくつかの商品が開発され、ヘンケルの文房具部門の主力となった。同年に、プリットの輸出が開始され、最終的に世界で最も広がったヘンケル製品となった。デュッセルドルフにあるヘンケルのビル1960年代から、ヘンケルは有機化学の分野にも手を伸ばし始めた。1960年にスタンダードケミカルプロダクツ、インクを買収して、 アメリカの化学製品市場に参入し、1971年にヘンケルインクと改名した。1962年には、ドイツ国内での接着剤の最大の競争相手だった、ハノーハーのシシェルベルケンエジーを買収した。1974年には、アメリカのザ・クローロックスカンパニーの経営に参画し、ヘンケルが開発した製品の製造、販売を行わせ、 2004年に売却した。1983年にはハイドン GMBH を買収して化粧品部門を強化した。1991年には1898年創業のテロソンを買収してヘンケルの接着剤と表面技術の部門を移した。1997年にはロックタイトも買収した。2004年のアメリカ企業ダイヤルコーポレーションの買収は それまでのヘンケルの歴史で最も大きいものであり、ヘンケルの北アメリカ市場開拓に大きく貢献した。また同じアメリカの化粧品会社のアドバンストリサーチラボラトリーズも買収している。2008年4月、ヘンケルはアクゾノーベルからかつてナショナルスターチが保有していた接着剤と電子材料の部門を引き継いだ。2007年時点でナショナルスターチのこの2つの部門は 約18.3億ユーロの売り上げがあり、買収額は約37億ユーロだった。2002年、ヘンケル C は東ヨーロッパ及び中央アジアの30カ国を対象としたヘンケルアートアワードを創設した。賞金の授与とウィーンでの展示のほかに受賞者の故郷での展覧会も開催される。ABCDEF アニュアルレポート2011ヘンケル 2012年3月8日閲覧。httpww.hänkel.co.uk.cbs.do.xchg.cdo-0ac83309 から4254回724。h 四 n k e l 受け .hs.xsl.813 受け .html.htm. カントリックドイコール受け&。 BU イコールインダストリアルブランドイコール000000に RW ハットアーカイブされたコピー2009年5月5日時点のオリジナルよりアーカイブ2009年7月25日閲覧ありがとうございます